YouTube! こんにちは。皆様、こんにちは。こんばんはかもしれないですね。チャンネル登録していただいております。ご視聴者の皆様、いつもありがとうございます。そして、今日たまたまこのチャンネルをご視聴していただいております。皆様、はじめまして、ありがとうございます。これからもね、よろしくお願いいたしますね。できましたらチャンネル登録していただけたらものすごくありがたいですぜひね最後までよろしくお願いします。今日ね久しぶりじゃないか、ご当地入荷してるんですよ。青森煮干し中華そば、なかなか青森ないよね。やばくない？ね、すごい。あっさりとした煮干し中華そば。もう、青森よ。名前が青森。これね、まあ実際向こうの人、東北が地元の人が、なんか里帰りして、これ、地元のやつ食べてって言っていただいたんです。もらってばっかりです。すいません。ねえ、こんなんないもんね、見たこと。もうガチのご当地よ、ちょっとこれね、食べてみますので、よろしくお願いしまーす。青森たのチャンネル、さあ開封しますよ。開封儀式ね。これ大丈夫、大事、めちゃめちゃ大事やからね。よし、青森もう見たからに寒そうよ。青森といえばリンゴですね、よし。お、なんか引っ込んで、お、ちょっと膨らん、これなんや、あ、これは、あ、トイレって、こんなでかい字書いた。あ、トイレ液体スープ。で、火薬ね。火薬。あ、トイレって書いてる。あ、トイレ火薬って。火薬であトイレの。これは、最初やね。何も書いてない。よし、トイレを。あ、トイレやって、火薬で。すごいな。よし。お湯も沸いてることし、あった、今入れますよ。よし、どこ、あ、線ないで、線どこ、これか。よし、ぴったしや。 OK、 何分、5分ね、5分待ちますよ、待ちます。たのチャンネル、さあ開封するよ。開封、あと入れね、これ。よし、もういいやろ、5分経ったやろ。4分やけどね。どっち先みたいな、これか。あと入れってすごいね。なんだあと入れなんかな。これあと入れ。よし。あと開いてた。おーっしゃー。オッケー。よし。あと入れ。これ何？あ、風か。風やね。風。あ、でもほぼじゃないか。大丈夫か。大丈夫か。あ、すごい。なんか、まあまあ濃厚やね。あっさりってか、あっさりって書いてあったんだよね。あっさりとしたやつ。あっさりじゃないの、見た目。まあまあ濃厚やね。あー、食べたい。食べるよ。青森。ものすごい煮干しの香り。もうここ。もう煮干しの芳香剤入れてるんちゃうかいうぐらい匂ってます。すんごい煮干し。すごい。めちゃめちゃすごい匂い。ああ。いただきます。スープね。
うわすごい、すごい匂いしい、こっちかっこいいね、これね、はい食べて、はい、はい食べられへん、うん、うん、うん、最高ものすごい煮干し、うん、タノチャンネル、あすごいよ、多分ね想像以上想像以上ですうん、うん、あ最高出ましたいつも出てるけどものすごい煮干しよ、やばい、あっさり、あっさりじゃないよねあっさりじゃないよ、おやばいよ煮干し感、こんなん初めてかもしれん、煮干しラーメンってねよく、まあ、たまに見かけるけど、ここまで煮干し感強いカップ麺初めて食べた、うん、ものすごいよ、もう多分皆さんね想像してる以上に煮干しすごいです、麺もなんか もちもちなんかにちょっと弾力がすごくあるね、うん、弾力がすごくあるね、やばいこれはこれね今回紹介させていただいたニュータッチ青森煮干し中華そば、すごいですよ煮干し、もうこの煮干しをもっとこう逆にしたいんちゃう、煮干しってこれを煮干しにしたいんちゃう、青森煮干しってものすごく美味しかったですまあこんな何倍って言うんですからねまあそんな感じでよろしくお願いします。煮干し、タノチャンネル最後までご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。